ニューヨークダダとは、ニューヨークにて、1910年代半ばに起こった、ダダのことを言う。同時期に、ヨーロッパのチューリヒ等で起こったダダと対応しているが、その発生は、独立したものであり、ダダ的な思想を持っていたが、意識的、集団的なものではなかった。中心メンバーは、1913年のアーモリー衣装の、後に、フランスから渡米し、そのまま、 アメリカに居ついてしまった、のほか、フランシスピカビア作、レセイントデセインツセデモアキルエス、アジトダンセポートレート、1ジュライ1915、ポートレートデュヌジュンヌフィーユアメリカーノダニエル、エタデヌドット。 ゴジュライ1915ジェビューイセデトワーキルエスアジトデゼーアースデゼーアースジュシュベニューシュールレディベジズジュポーンウィンニューヨーク1915がいるさらにアメリカ出身の美術家としては例えばがいるデュシャンの作品としてはレディメイドがニューヨークダダを象徴する作品である世の中一般ではなくとりわけ 自分が関わっている芸術そのものを、高貴な場所から引きずり下ろし、皮にくり、知的に冷笑するというその態度は、規制の価値や概念を否定するだだの典型である。また、アメリカ合衆国という観点から見ると、主要なメンバー3人のうちマルセル・デューシャンと、フランシス・ピカビアの2人が、アメリカの出身ではなく、残りのマンレーもアメリカ合衆国出身ではあるものの、 両親はユダヤ系であり、思想的にヨーロッパ由来の運動という色彩がある。なお、ニューヨークダダはパリのダダと異なり、 シュルレアリスムに向かわなかった点においても大きな特徴を持っている。ありがとうございます。